になりました。トリプルルッツ、ダブルトーループ、コンビネーションジャンプ、きれいに決めました。ステップからのトリプルトーループです。ダブルアクセルで、2分40秒の滑走時間、定められた8つの要素を入れて演技を構成しなければなりません。ショートプログラム、定められた3つのジャンプをきれいにこなしましたシェブチェンコ。特に出だしのコンビネーションジャンプは見事でしたね。ただ着氷した時にですね、はい、両足着氷にも見えたんですね。あ、そうですか。ですから、まあ、その辺がこれですね、これですね、トリプルルッツ。やはり両足の着氷してますね。ですからこれがジャッジの方から見て綺麗に見えてるかどうかというところだと思います。そしてこれはもう一つのジャンプでしょうか。そうですね、これはステップから入ってくる、はい、直ちに入っていくトリプルトーループですね。はい、女子のシングルのショートプログラムの場合はステップからダブル、トリプル、どちらでも大丈夫です。シェフチェンコさんの得点、リクワイアードエレメンツ 5.5、5.2、5.4、リクワイアードエレメンツです。 5.4、5.4、5.5、5.5、この得点はいかがですか。比較的いい得点だと思います。やはり最初のジャンプの、ね、両足着氷というのはやはり少し減点されているなというふうに感じられる点ですね。はい、今度はプレゼンテーションです。 5.5 以上です。 5.5、 リレハンメルオリンピックで6位になって注目されましたターニャ・シェブチェンコ。日本の八木沼純子です。早稲田大学の4年生になりました。ショートプログラム、定められた8つの要素を入れて演技を構成します。
音楽はサンパテラ・クンパルシータ。トリプルルッツ。ラテンファイヤーに変わります。ステップからトリプルトーループです。ダブル。出だしのコンビネーションジャンプの失敗はありましたが、五十嵐さん、非常にスピーディーな演技だったと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、失敗した後も非常にその気持ちの切り替えが早かったと思いますね、はい、で滑りも良かったですし、あとやはり何といってもそのスピンが非常に良かったですね。最初のこれはトリプルですからダブルトーループのコンビネーションだったんですが、あとほんの少し回転ができていると多分成功してたと思いますね。これはレイバックスピンで要素の一つなんですけれども、はい、こうして回っているときに位置が右に行ったり左に行ったりというふうに動かないですよね。非常に回転軸が正確に取れている証拠です。リクワイアードエレメントです。この得点の出方はいかがですか。やはりコンビネーションジャンプというのはやはり大きく響きましたね。でも八木沼選手非常に表現力ありますので、プレゼンテーションですか、はい、の方はもっと上がってくると思います。さあその楽しみなプレゼンテーションを見ましょう。出ました。やはりプレゼンテーションはいい得点が出ています。 5.6 そして 5.5 もあります。フランスのスルヤ・ボナリーです。 NHK 杯3連覇をかけるショートプログラムです。
トリプルツダブルトーループです。ダブルアクセル。からトリプルトーループ。ザ・クライ・オブ・ベイルートの曲に乗って演じましたスリア・ボナリ。柔らかい体、そしてバネの強さを見せました。去年、おととしと NHK 杯に優勝、そして1993年、今年と世界選手権連続2位の実力者です。出だしのコンビネーションジャンプからいかがですか？出だしは非常に良かったですね。これがそのコンビネーションジャンプ、最初のトリプルルッツ、ダブルトーループですね。もうこれはもう完全にゆとりを持って降りてきてますので、次のジャンプの飛び上がり、それから着氷も非常に綺麗です。そしてこれはスピンです。コンビネーションスピンですね。最後のステップから入っていく、トリプルジャンプのところでね、ちょっと小さなミスはあったんですが、全体的には非常に、はい、よく滑ってましたし、スピードもあったと思います。リクワイアードエレメンツ 5.35.1 という得点もありますね。 5.6 5.7 5.4。かなりばらつきがあるように見えるんですが、いかがなんでしょうか？そうですね、やはりステップのですね、パターンが完全な形でないというようなところとかですね、あとやはりそのステップから入ってくるジャンプの後、ランディングした時の、ミスとかですね、そういったところ引かれていると思います。プレゼンテーションです。 5.8 が2人いますが、 5.5 もいます。現在のところボナリーは2位です。7人滑ったところで2位。ウクライナのルドミラ・イワノワです。昨年の NHK 杯テクニカルプログラム、現在はショートプログラムですが、テクニカルプログラムで活躍を見せました。去年の NHK 杯は6位でした。イワノワ、
2つのジャンプ失敗しました。コンビネーションジャンプとトリプルジャンプ。その場面ですね。トリプルルッツが転倒してコンビネーションならなかったわけですね。そうですね。得点が出ます。リクワイアードエレメント、やはり得点伸びません。 4.2 4.4 4.0 4.1 4.5 4.3 プレゼンテーション、プレゼンテーションです。 5.1 5.5 5.0 5.0 4.8。 自分の力を発揮することができませんでした。ルドミラ・イワノワ、中国の陳露です。世界のトップスケーターに成長してきました。リレハンメルオリンピックは銅メダル。現在のところロシアのオレガ・マルコワがトップ、ボナリーが2位で続いています。トリプルトーループ。軽やかに演じました陳露。もともとジャンプには定評のある陳露ですが、全体にあの体全体の表現が非常にこう柔らかさを増してきましたね。そうですね、柔らかいですし、やはりあの非常にあの大きさを感じさせますね。そうですね、はい、155センチで40キロ学生の陳露です。あの手の表情など手の仕草などコーチの方から相当厳しくですね、試合前にも指導を受けていました。これが最初のコンビネーションですか。そうですね、トリプルルッツからダブルトーループなんですが、ここはここであのターンをし足をついて、ね、ターンをして次のダブルトーループ入っちゃったんですが、ここはなんとかこらえてそのまま飛びたかったですね、はい。この辺のスピンはいかがですか。
あの回転の速度も速いですし非常に綺麗ですね。まあ、やはり昨日はあのちょっとあの時差の疲れがあったのかあの非常にそのなんていう歯切れがの良さがなかったんですけれども、はい、やはりこの試合にねその辺を調整して間に合わせてくるというのはやはり、まあ、あの本当トップクラスのスケーターだなと思いますね。そうですね、はい、世界選手権も3位そしてリレハンメルオリンピックも銅メダル。さあ得点です。リクワイアードエレメンツです。やはり最初 のコンビネーション の、はい、あのちょっとした本当にミスなんですけれどもちょっと引かれました ね。現在のところロシアのオレガ・マルコワがトップ2位にフランスのボナリが続いていますが果たしてこの後のプレゼンテーションどういう得点が出るでしょうか。プレゼンテーション。さあプレゼンテーションです。これは高得点が出ました。 5.9 も出ています。 5.9 5.7 5.7。さあこの時点で進路選手がトップに出ました。それでは女子シングルショートプログラムの結果です。